九州の西端、長崎県五島列島の北部に位置する新上五島町。大小60を超える島々が連なるエリアで、最大の面積を有する中通島には、釣りし垂涎、奇跡のフィールドが広がっている。あまたの魚が狙える一級磯から対峙するのは、磯の王者として君臨する誇り高きイシダイ。ただでさえ合わせが取りにくく、引きも尋常じゃない手ごわい相手に、難度マックス、遠投の釣りで迫りゆく。食らいつくのを虎視眈々と伺っているのは、博多に暮らす山中浩一郎さん。眼光鋭く、竿先のわずかな動きに目を凝らす。釣りは幅広くこなすベテランだが、次第は別格。各地に遠征し、数々の大物を仕留めてきた。勝手知らぬ海での出会いにロマンを求めて、豪快にして繊細、妙味際立つゲームの行方や怒り、夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる、夢追い人の釣りの旅。10月上旬、秋晴れの福岡市博多区に山中さんを訪ねた。西日本随一の大型釣り具店は、釣り具からアパレルまで充実の品揃え。店長として重責を担う山中さん、在庫管理を済ませ、商品の陳列にも目を配る。釣り人目線での心にくいセレクト、とりわけイシダイのコーナーへの執着は強い。実調で試したアイテムだけに思いはひとしお。明日から2日間久しぶりの休みを取ってイシダイに会いに行く。早朝に博多の自宅を出て、長崎の佐世保港を目指す。シーズン的にはもうやっと秋磯に入ってきて、まあ初っ端っていう感じで、今からまあどんどん数もサイズも良くなる時期ですね。ここから定期船に乗り込み上五島へ。1日4便、まずはこのフェリーで小鹿島に渡る。午前10時半出航、3時間15分のクルーズだ。自分の釣りのスタイルとしては、あんまりこう同じ場所にずっと行くっていうよりは、まあ行ったことがない釣り場、まあそういったところで結構楽しんでるっていうのがあって、まあ超かこう1か0かみたいな釣りのスタイルでずっと楽しんで、新しいところっていう感じで、まあ超高を重ねてるっていうのが自分のスタイルですよね。秋空に映える古の南蛮貿易で栄えた平戸島。釣りの鍵を握る潮の満ち干を頭に入れて、午後1時半、島が見えてきた。入港する小鹿島は、
神五島には属さない。釣り道具一式を台車に乗せ港を移動し、神五島から迎えに来てくれた紅葉丸と合流する。お世話になる船宿だ。中通り島最北の港、つわざき港に到着。新上五島町の中通り島は五島列島で福江島に次ぐ大きさを誇る。列島最北端の高台から近海の安全を見守る白亜のつわざき灯台。江戸時代のキリスト教近世化、新天地を求め五島の島々に渡った信徒たち、苛烈な迫害を受けた潜伏キリシタンの熱い祈りは今も風化することなく訪れる者の心を打つ。地域の歴史に思いを馳せ明日を待とう。翌早朝午前5時。今日乗せていただくところはどんなところですか？椿山の0番って言ってから、まあ、少し遠投気味で投げてますけど実績ありますね。本石の実績はね、はい、期待できそうですね。まあ、そうですね、大丈夫でしょう。新たな釣り場での勝負にこだわる山中さん、胸高鳴る瞬間だ。10分ほどで中村船長一押しの磯に到着。すいません。ありがとうございます、はい、まずはちょっと潮の流れとあと鉛をつけて、底取り地形の変化ですね、そういうのをちょっと見て狙う場所を決めたいと思います。イシダイを寄せるのではなく返答して餌を落とすピンポイントの攻め。食い込みがよく強靭な針を。大体水深が10メーターから15メーターぐらいって言って、まあそんなに深くない感じの地形かなという感じで言われてましたね。まずは餌をつけずにキャスト。海底地形を自ら把握する。もうここの底取りが結構重要なんで、ここを底取りしっかり海底を叩いて把握して、あとは想像して仕掛け入れるだけなんで非常に重要な時間帯ですね。90から100ぐらいですね。だいたい正面から右側はあんまり何にもなくてちょっと深すぎますね。左側の方が磯の形状的にこう絞りが入ってたり、ちょっと起伏が変化が激しいんで、ちょっと左側を中心に狙っていきたいと思います。水深もこっち側の方が10メーターないぐらいなんで、まずはこっち側の左側の方を重点的にちょっとやっていきます。底取りを終え餌を準備。石田釣りの定番サザエを使う。殻から外して
むき身の状態で針に通す。自分はもうほとんど年から年中サザエだけです。2個3個が多いですね。4個はちょっとつけないですね。できるだけこの針の周りに、針中心に餌が収まるぐらいが理想的かなと思います。渾身のロングキャスト、狙いをつけたポイントに仕掛けを打ち込む。今約70メーターぐらい先に、まあそういうこう横の背みたいな感じの駆け上がりの三角形みたいな背の上ぐらいに仕掛けを置いてる感じですかね。潮は若干こう右に流れてる、緩い潮だと思います。序盤は頃合いを見て仕掛けを早めに回収する。イシダイのやる気を測る大事なプロセスだ。沖に仕掛け入れるんで、巻き餌は打てないんで、少なからず餌を新しいやつに交換して、まあ、魚を集める収容効果も若干期待しながら投げてます。寄せ餌が届かないポイントへ念入りに打ち返して餌を散らす。さあ、熱い釣りの幕開けだ。神事を最北端、中通島の一級磯に立ち、遠投の釣りで難敵イシダイを狙う。小魚がぴょんぴょん飛んでて、サンマも飛んでるんで、結構生命感はある感じで、ゆっくり右側に今潮が流れ始めてる感じですね。まあ今からだと思いますんで、まあ大体8時9時ぐらいが地合いじゃないかなと思います。午前7時、地合いはまだ先と読むが、相手は磯の王者、一瞬たりとも気は抜けない。80メーターぐらいの下りの先端、今まで先端だったんですけど、ちょっと中腹ぐらいに置き換えて入れたら、ちょっと穂先をもぞもぞって今押さえ込んで、向こうは様子見てる感じですね。旗がいいかもしれないですね。魚の気配を感じたところで一旦回収。食われてます？そうですね、餌が1個取られてるんで、やっぱ本命だったと思いますね。イシダイは間違いなくいる。さあ、食ってこい。今ちょっと1回当たりがあったんですけど、2回目投げたら当たりがないんで、ちょっとこのステイトの長さを長くして、この餌が少し目立つような形に、ちょっとステイトの長さを長めに取ってます。今までの 1.5 倍ぐらいの長さに長くして、この餌が分かりやすいような形でちょっと仕掛けを変えてみました。仕掛けを調整しながらターゲットの間合いをじわじわと詰めていく。
もう少ししたら潮が止まるんで、まあ潮が止まる30分、今から30分ですね。それと潮が止まってその後の折り返しの潮の動き始めがやっぱり一番狙い目の時間帯になります。勝負の時、竿先の振動に全神経を集中する。青物のボイルが始まった。魚っ気は申し分なし。すごいですね。すごいですね。当たり、石台なら早合わせは禁物だ。お、竿先が入った。しっかり食い込むまであと一歩。そして取りました。来ました。まずまずの手応え。ああ、違いました。魚が違いました。残念。ベラ科の魚、イラ。つきますよこれ、ね、そうですね、まあ、本命じゃないんですけど魚系が出たということで今から当たるんじゃないですかね。騙されました。騙されました。まあ次頑張ります。しかし活性が上がっているのは間違いない。肉厚のサザエで石鯛を誘い出す。午前9時、山の端から朝日が差し込み、気温も上がり期待の時間帯のはずが全く当たりがない。本命は触ってないですね。もう本命が噛んだりしたらもうこの赤いところとかもう色が変わったり柔らかくなったりしてもうすぐ分かります。魚が比較的ここを通るだろうっていう背の形状のところに付け竿をこう置いてやるっていう形の釣り方ですね。だからまあ常に魚がいる場所を直撃するっていう釣りじゃないですね。まあイシダイはそんなに数が釣れる魚じゃないん で特に足元釣りだとコマセ巻いたりとかいろいろできるんで、まあ、数が釣れたりとか比較的釣りやすいんですけど、まあ、ちょっと沖の魚を狙ってるんでもう1か0か、まあ、サイズを狙いに行くような釣り方が、まあ、遠投釣りの、まあ、醍醐味でもあるんですけど、まあ、なかなか釣果に恵まれない日も結構あります。釣果ゼロも覚悟の上だが、それにしても渋いコンディションだ。午前いっぱい粘り、磯ヶ谷を決断する。潮は関係するんですか、やっぱり。そうね、潮は大体横たわりですけど、まあ当たりとしてはあの本石の当たりはあると思いますけどね。岬を回り、諏訪崎港の東に浮かぶ前島の磯へ。ここも実績ある一級磯だ。思いだけでキャストし、そこの状況を探る。まあ、さっきの釣り場よりは水深があって大体13、14ぐらいあると思いますね。ちょっと深い感じですね。キャストを繰り返し潮流と地形を把握する。沖の下りの入りがきついですよね。
餌をつけ万全の体勢で第一投。横をきらめく海、この景色も山中さんにとっては釣りの一部だ。ここで食えば言うことなしなのだが、見つめる竿先は潮風に揺らぐばかり。上五島の磯を舞台にした石田長江は膠着状態、苦境から脱せずにいる。残された時間はわずか。夕刻まで手を尽くすが、海は沈黙のまま。港に戻り、船宿へ。一日の疲れを癒そう。明日いいとこありますかね。いや、いいとこばかりなんですけどね。まあ、いいとこに連れて行きましょう。魚毛がないんですよね。おかしいな。魚がいないわけがない。何しよう豊穣の海なのだから。翌朝、決意も新たに長瀬の磯へ上がる。まあ本当そんなに数多く釣れる魚ではないので、まあ本当竿が舞い込む一瞬が楽しいというのと、まあやっぱりこういうなんていうんですかね、なかなか普段見られないようなこういう磯の景色だとか、まあそういうのも楽しみながら、まあ一日、自分の場合は特に一回あるかないかのあたりをやっぱり大切に楽しむっていうのが楽しいんじゃないかなと思います。20ちょっとぐらいあるんですよ。やっぱ深いです。基本的に必ず針を出して遠投釣りっていうのはして、まああとは餌が浮き上がらないように。いざ決戦。知力を尽くし、あとは当たりを待つのみ。磯を飾る自然の造形、猫岩に目もくれず。気高き石鯛を追う。まあ、水深があるんで、やっぱりこう手返しよくっていうやり方よりはちょっと餌を長めに置いて魚に見させるっていう感じの釣りになると思いますけど、まあチャンスあると思います。竿先に見据えるのは釣り師の果てなきロマン。
遠投で磯の王者を仕留める。厳しくとも小野田スタイルに迷いはない。